ハムファン集合。勝ったでー。サンキューしめしめフィールド北海道。エゴシヒロイン来るやろ、楽しみや。阪神ファンめっちゃ祝福しててほっこりするわ。まさか阪神相手に完封勝利できるとはな。今日はエラーなかったな。野村がしたぞ。ヒロインは鈴賢と伏見か。伏見に謝ろう。新庄は笑えって言ったらしい。ガチの名勝やん。エゴシ伏見が打って勝つのは草。エラーと無駄な走塁しないから普通に強かった。結構理想に近い試合運びだったね。ここ最近隙がなかった分一気に戻ってきたような感じやったな。最近というかカープ3連戦がおかしすぎた。紙一重みたいな感じやったからセーフ。新庄よもう十分エゴシ堪能しただろ。明日は1番2番変えような。3立て食らってからからズルズルいかなくてよかったわ。阪神は9連戦中で今日移動ゲームだったからそこでしっかり勝てたのは大きい。投手が安定してるから本当心に優しいわ。問題は明日からよ。エース級しか当たらん。ちなみに2019年以来4年ぶりの阪神戦勝利だったそうです。ご視聴ありがとうございました。